菅内閣で、総務大臣を拝命いたしました片山芳弘であります。菅総理からは総務省というのは非常に課題が多くて間口も広い、大変だろうけど一生懸命頑張ってもらいたいというご指示がありました。で特に、地域主権改革について、今までの私の経験も生かしながらしっかり頑張ってほしいと、という、指示をいただきました。で私にとりましてはこれまでの地方分権改革とかそれから新しい政権の民主党政権での地域主権改革というのは、私自身のライフワークでもありますので、本当に総理に言われご指示いただきましたようにもう全力を挙げて頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。じゃあご質問どうぞ。はい、まあ、さっき申し上げましたように、私の担当する分野っていろいろありまして、すべてが例えばこれまで連立政権の下でやってきた案件が、すべて私が自分の考え方にフィットしているというものではありません。ですけども、この総務大臣を務めさせていただきます以上は、自分の考え方ももちろんありますけれども、これまでの経緯とか、連立与党の枠組みとか、そういう中で尊重すべき、しなければいけないものは、やっぱり尊重しなければいけないと思います。で、特にこの郵政改革法案についても、今日総理から、いろいろ個人的な思いや考え方あろうけれども、これに対しては、連立の考え方に、従ってもらいたい、尊重してもらいたいというご指示がありまして、私、それに対しては異論ございませんということを申し上げました。はい、じゃあ、はい、はい、どうぞ。はい、これは公務員制度改革担当の蓮舫大臣とも今日多少の意見交換をしたんですけれども、今おっしゃったように人権について、それをやはり労働基本権の代償としての人事勧告制度だから尊重すべきだという意見ももちろんありますし、それからこういう財政事情の下でまた民主党政権が公務員給与の削減というものを掲げていますので、その面からどうするかって、いろんな意見がありますので、これはよく早急にご相談を申し上げたいと思います。これは、私は指示していいですか。はい、はい、どうぞ。最初のご質問はですね、私、たまたまって言いますか、民主党政権が昨年発足してすぐですけれども、行政刷新会議の議員になりまして、それから、国家戦略室で、いくつかの、テーマがあって、それを検討する会にも参加してまして、この間もちろん閣内ではありませんけれども、閣外で、多少の参画をしてきた経験があります。でそれ見てますとですね、やはりかなり変わったなっていう印象を持ってます。政権交代によって、官僚主導か政治主導かって話がよくありますけれども、
かなり変わりつつあるなという印象を持ってますね。でこれは本当にこう官僚を使いながら政治主導していくというのが次のステップではないかと思ってまして、私はまあ一人の大臣としてそれをぜひ具現化したいとこう思っています。はい、じゃあ最後一問でお願いします。はい、はい、これは先ほど の郵政改革法案と少し似たところありますけれども、これまでの政権で進めてきた事柄でありますので、それは私バトンタッチ、原口大臣からバトンタッチを受けてもうそれを進めていきたいと思っています。でその上にですね、いい機会でから申し上げますと、地方自治というのはその団体自治と住民自治というのがありまして、で従来やってきたそのいろんな施策というのはどちらかというとその団体自治の強化なんですね。自治体を強くしたいっていう。でもう一つ、車の両輪のように住民自治というのがあって、団体の中で住民の政治参画機会を拡大するというのがあるものですから、これが必ずしも今まで取り組まれてないので、今まで そのレールの上に今度はその住民自治の強化というものを進めていきたい。それを私 の考え方もできるだけ自治法の抜本改正なんかに向けてですね、反映させていきたいなと思っています。はい、それでは以上で片山大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。